ワリバパラパ、ワリバパ。マッチングアプリで出会ったヤバかった人の話。そういう写真詐欺じゃなくて、そもそも初の何の方を見つけたらしくて、実際会うことになったんだけど、よくよく考えたらその写真顔の半分しか写ってなかったらしくて、本日のテーマはマッチングアプリで出会ったヤバかった人の話。イエーイじゃないよねこれこれイエーイじゃないよね。イエーイじゃないんだけど、でも知りたいね。マッチングアプリって今のなんか現代ではすごい、なんだろう、浸透してて、すごいいろんな人たちが使って、その出会い、今こう当たり前のツールになっていて、ね、どこで出会ったのって聞くと、大体さ、その旦那さんも、うん、そのマッチングアプリだったりっていうのを聞くし、ね、だから本当に今普通のことだから、うん、ただ結構、まあ、他人と会うわけだし、どんな人が登録してるかもわかんないし、やばい人もたくさんいるとは聞くね。そうなんです。これは私の友人から聞いた話。怖い話みたいな喋り方だね私の友人、もともとマッチングアプリ反対派だったんですよ。うん、ちょっとこう、私はそういうのあんまり使って出会いたくないなっていう人だったけども、やっぱりコロナをきっかけにやっぱ出会いがすごく減ってしまって、まあちょっと使ってみようってことで使ってみたらハマってしまった友達なんですけど結構いろんな異性に会ってきて、異性のみんなに今まで会ってきた中でヤバかった人いる？って聞いて、その聞いてきた話を10個ぐらい私まとめてきたので、そんなにいっぱいあるの？ちょっと発表したいと思います。お願いします。よくあるのは写真サイト、やっぱりこう あるね、うん、今アプリを使って写真を撮る人が多いから、うん、全然違うっていうのはまあよくある話なんだけども、どういうことを考えてそういうことを、なんていうの、写真、違う写真をアップしようと思うのかなと、なんか分かんなくて、その心理が、うん、でもやっぱりこう漏れてる写真をやっぱ見せたくなるんじゃないかな。そう、ただなんか自分もそう考えたのね。その見せたい写真は分かるんだけど、例えば見せるだけで終わるんだったら分かるけど、実際にさ会いに行った時にうえってされるのさ嫌やんか。ちょっと嫌だね。めっちゃ怖いやんか。自分は逆にもうちょっとブサめな写真をアップしといて、めっちゃ綺麗にしていきたい。会った時に写真よりいいわって思われたいタイプ。確かにそれいいね。そう、ただね、そしたら印象がね、好印象を獲得できるから。これは誰もよくある話じゃないですか。これはそうなんだ。でも私が友達に聞いたのは、そういう、もうそういう写真詐欺じゃなくて、そもそも全く違う人の写真を使っていたと。それは詐欺だね、めっちゃもう写真はもう韓国アイドルみたいにめちゃめちゃ可愛い子だったらしくて、こう待ち合わせ場所に行ったら誰もいなかったみたいで、おかしいなと思って30分ぐらい待ってたら、100キロぐらいの女性の方がいらっしゃったみたいで、100キロ級の女性が来て、それどう言い訳するの？そういう人って何をどう言うの？実はあの写真は全く私ではない写真を使ってしまいましたと。で、そうでもしないとやっぱ男性は会ってくれないからっていうのが彼女の言い訳だったみたいで。あ、それを言ったんだ、うん、で、ちなみにそれデートしたのかな？一応30分ぐらいあの一緒にお食事はしたらしいんだけど。優しい、その子もその男の子もお食事行ったんだじゃあご飯行こうかっつって。でも結局まあ好きなアイドルの話だったりとかを一方的にされて終わってしまったと。一方的オタクだったのかな。なるほどね、そういうこともあるんだ。っていうのが一つ目。二つ目、食事中ずっと鏡を見る女鏡を見る女。鏡をこう机の前にセットしてずっとこう髪をいじったりとか、自分を見ながら喋る。その自分見ながら、それ結構やばいやつかもね。全然目合わないらしくて、ずっと。そうなんだ。あ、そうそうそう。わかる。美味しいよね、パスタ。うん。あ、そう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 。やばくない？自分で喋ってるやん。そうなの。これやばいよね。これはマッ
プリとかのせいじゃなくてもうやばいやつだよね本当にただの、ね、3つ目の方は芸能人の小松菜奈さんがすごく好きだったみたいで、たまたまマッチングアプリで小松菜奈の方を見つけたらしくて、うんうん、あ似てるラッキー、似てるラッキーと思ってマッチしたみたいで、うん、実際会うことになったんだけど、よくよく考えたらその写真顔の半分しか写ってなかったらしくて、顔の半分、そう、顔の半分は小松菜奈さんにちょっと似てたらしくて、で会う前にインスタを教えてもらって他の写真もチェックしたらしいのよ、うんうん、そしたらやっぱどれも半分らしくてなんでだろう、怖っ、それなんか本当ホラーやん、もう半分の顔がないとかじゃないよねじゃないけどまあまあいっか、まあ似てるしと思って実際待ち合わせをしたら全然小松菜奈じゃなかったって言ってて、やっぱ顔全部じゃないと、ここだけだと違うんだね、やっぱ任すために多分その方は半分だけの写真をアップしてたんだと思うんだけど、うんうん、なんか写真の詐欺は怖いよね。続きまして、これはまあ確かによく聞くなっていうのは、よく聞く話、マルチ商法の勧誘だった。あ、なんかそれ聞いた、うん、それ聞いた、なんか知り合いに聞いたのがすごいなんかイケメンの人だって、うん、で連絡を取ってて、うん、そしたらなんか LINE 交換しようみたいな感じになって LINE 交換したらしいねって、うんうんうん、そしたら急に LINE で、うん、アイコンが全部変わって全く違うアイコンになって、うん、でこういうことがあるんだけどどうですかみたいな連絡に変わったらしい。え、今まで普通にしてた連絡普通にしてたのに、うんうんうん、LINE を交換してちょっと連絡取ってた後に全部変わって入らないですかみたいな。やっぱあるんだね、そういう勧誘目的で使う、なんかすごいね、怖っ。それとちょっと似てるけども、そうよくあるパパ活目的でその男性にお金を求めてくるっていう人もいた。あ、女性が、そう、もう女性が、じゃあ今度のデート1-1で拡大が2万円くらいかかりますけどよろしいですかみたいな、そういう涼しい女だな、それはそれはすごいな相当な涼しさがないと多分それ言えないよね。続きましては、続きまして、まあプロフィールには20代って書いてあったんだよね。あら、年齢詐欺か。そうです、会った時にごめんね実は30代なんだと言われたらしくて、なんかさ年齢は嘘ついてもいいかなと思う、うん、ただその20代の時の写真使ってたけど今50歳ですみたいなのと、それも写真詐欺に入る、ね、本人だけど本人じゃないよね、うん、今みたいな。ただねこれまだ続きがあって、まだ続きがある、もうちょっとこう仲良くなってから、ごめんね実は30代じゃなくて40代なんだって、めっちゃ上がってるめっちゃ上がってるやん。結局20歳ぐらいこうで途中でごめんね私実は子供を5人いるんだ怖いまあでも見た目が良かったらいいんじゃない。そうね、自分の気に入ってるような感じだったら、まあ、嘘はいけませんけどね。続きましては、続きましてお願いします。これはその友達がまあ他の女友達同士で会った時に起こった会話というか、なんですけども、はい、最近マッチングアプリやってるみたいな会話になって、あ、やってるやってるみたいな、すごいイケメンとマッチしてすごいいい感じになってまあ男女の関係を持ったんだよねって言って、お互い写真見せようって言ってパッと見せたら2人とも同じ写真だったっていう。ね、つまりすごい、そんなこと一緒の人とマッチして一緒の人といい感じになってたという。あ、もう二股かけられるみたいな感じだったのうわ、でもマッチングアプリだと分かんないよね、分かんない、ね、人とやってるってことだから、そのマッチングっていうこと自体をね、でそこからこうデートしていって選んでいく感じだから、まあこれはでも悪いとは言えないよね。そうだ、これもそれはだってマッチングアプリならでは のマイナスだよね。そうそうそう、まずはその知り合って仲良くなっていって、うん、
で、まあ、好きかなってなった時に、まあ、付き合うだから、うん、それまでの段階では複数の女性だったり男性と一緒にあのね同時に連絡進行してるような状態だから、うん、これは仕方ないよね。これは仕方ない、ね、でもね私もね詐欺したことある。えちょっと待ってごめん衝撃的なこと言っちゃうけど実は今思い出したけど詐欺したわそんなこと言わないでごめん何ね、なんかブラスト一回企画的に YouTube でさ、うん、あの Tinder をやって、うんうん、Tinder であのピロスキズってバレたらあの負けみたいな感じでやろうとしたらその一緒にその場で登録してやったらさ、はい、その場でもうバレちゃったんだよねであ企画なんねえなっていうことでもうそのまま放置してずっとアプリ持ってたの、うんうんうん、でずっと放置してる状態でなんか一回ブラスたちとか友達とかがなんでやらへんのみたいな、うん、ちょっとストレス発散になるよみたいな別に会わなくてもこの人いいよくないってやってるだけで楽しいよって言われてあそうなんやと思ってでもなんかあれって確認しないとさ自分のその本人確認みたいにしないとその連絡取れなかったりするから、うん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 、ずっとしてなかったからもうじゃあやってみようかなと思ってやってみてでやっていったらなんか何人かなんかマッチングしてさあマッチングしてると思ってでなんか連絡が来てでそのまま言ったのあごめんなさいって言って実はなんかあの全然出会い目的じゃなくて一回あの企画的にこうやってやろうとしたんですけど、うん、ってこうできなくて今遊んでるだけですっつってそうなんだって言ってあの誘導させてピロシキズチャンネル登録させましたごめんなさいあのやりましたねそこででも本当のこと言ったよあそうだね今こうやってやってて、うん、よかったら見てねってやばい忘れ、はい、あかんな本当にすいませんちなみにそのアプリもう消しましたかちゃんとあまだあります